国民議会は、ブルガリア共和国の一員制の立法府。1879年に、当時の憲法によって設立された。国民議会は、任期4年で240人の議員で構成される。選挙は比例代表制が採用されているが、全240議席中209議席は、複数人が選出される。選挙区において、31議席は1名のみが、選出される。 選挙区で選出される。この選挙制度は2009年5月15日に公布された改正選挙法によるものである。阻止条項として政党に議席が配分されるためには全国での得票率が4%以上でなければならない。ブルガリアは複数政党制となっているが1991年憲法の規定により単一の政党が すべての国権を独占することは禁止されている。国民議会は法律の制定、予算の承認、大統領選挙の予定決定、首相及びその他の閣僚の指名と解任、宣戦線布告、和平の締結の宣言、ブルガリア領外への軍隊の配備の宣言や国際条約、協定の批准についての責任を負っている。通常の国民議会に加えて、 大国民議会が招集されることがある。大国民議会では、新憲法の採択、基本的市民権に関する条項などの憲法の改正、共和国領の変動などについて議論がなされる。ブルガリア王国時代には、大国民議会は、国王が青年に達していない場合に摂政を選任する権限を有していた。第一期及び第三期大国民議会では、 オスマン帝国から解放され大ブルガリア公国が成立した際にアレクサンダルとフェルディナンド一世議の二人の大公を選出した。機関としての大国民議会は1879年のタルノボ憲法で導入され、1947年に一旦廃止されるが、1991年憲法で再導入された。ただこの間の憲法規定がそれぞれで異なっていたため、 議員の構成もまたそれぞれで異なっていた。1991年憲法では、大国民議会は、通常の国民議会とは異なり、400人の議員で構成される。1991年憲法は、第な期大国民議会で採択されたものだが、この大国民議会の議員は200人が、比例代表制で、またこれとは別の200人が小選挙区制で、 それぞれ選出されていた。憲法では、大国民議会の選挙は、通常の国民議会と同じ方法で行うことが、規定されている。また、議案の可決には、それぞれ異なる日程で採決を3回行い、それぞれで3分の2以上の賛成を要する。大国民議会はまた通常の国民議会と同じ、機能を有することもあり、急を要する場合には、 通常の立法を行うことがある。選挙の際に示された大国民議会の目的が終了すれば大国民議会は解散し大統領は通常の国民議会選挙の日程を定めることとなっている。ブルガリアでは過去に7度の大国民議会が召集されているが最近では1990年7月10日から1991年7月12日までに開かれた 現行憲法を採択したものがある。国民議会の本館は歴史的重要性を持つとして文化的建造物に指定されている。この建物はソフィアの中心地区にあり、セルビア系ブルガリア人設計しコンスタンティニ・ヨバノビッチが設計したネオルネサンス様式となっている。工事は1884年から1886年にかけて行われ、 着工当時は22歳だったザクセン出身の建築家フリートリヒビルヘルムグスタフェリーベが工事を担った。国民議会の建物は1999年と2007年版の20レバシヘリ面に描かれている。本館には十分な広さがないため国民議会の一部の部局がソフィアのラルゴチクにあるブルガリア共産党級本部に入居している。会派別議席数 ありがとうございます。